またお会いしましたね。一人ずつ自分の魅力をアピールしていって、それをみんなで評価するってのはどうですか？どうやって？そうですね、せっかくジェンガがあるんで。じゃあ、アピールを聞いていまいちだなと思ったらジェンガって言うんです。で、アピールをした人は言われた分だけピースを動かさなくてはいけない。それで崩れたらその人は失格。ミジック、ありがとうございます。はっきり言って、僕はモテる方じゃありませんでした。おい、大丈夫か？待っちゃいました。いや、急に過去の恋愛を思い出しちゃって。僕も思い出のカクテル頼んじゃってもいいですか？いいよ。ボストンクーラー。僕がこのターンの頂上部長。ちょ今、僕の流れじゃない。僕と彼女が初めて出会ったのはボストン郊外、地下鉄のレッドライン駅から歩いてすぐのところにあるジョニー・ディーズというバー。週末にはちょっとしたサルサライブの行われるそのバーに僕はよく足を運んでいたんだ。その春、僕は大学を卒業して、4月からは学芸員としてある美術館への就職が決まっていた。その学生最後の春休みを利用してボストンやニューヨークの美術館を巡る旅行を計画したというわけ。なんか小説みたいだね。春とはいえボストンの3月はまだコートが手放せない。昼間は美術館や公園を巡り、夜はそのジョニー・ディーズでグラスを片手に窓にちらつく雪を眺めていた。右手にボストンバッグ、左手にボストンクーラー。マスターはいつもそんな僕を見て苦笑いしてたっけ。だろうね。ホテルに置いてこいよ。ちょっと話をはしょろうか。夏になって距離を置こうと言われました。いや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 、初めてやってないよ。出し戻し。オタク、インテリ、MIT。 うわぁ、ストーカー。ストーカー。知ってる？ストーカーっていうのは、そのほとんどが以前に付き合っていた彼氏彼女であることが多い。そうなんすか？俺は違う。いいね。1階が一番上にある。どうする？何？これだ。なんだ？ジェンガ。一番下のピース、誰か一番上に持ってった。これは関係ないでしょう。おもちゃじゃないですか。MIT? うまいことバーチャルに連動してんだ。さあ、でかいのが迫ってきた。おー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 、